ポスト米英時代、TPP は批准前、発行前が勝負である。日中ロは対米再建国である。中ロは反対である。米国民も反対だから潰せるのである。投稿者ポスト米英時代日時2013年3月16日12時間25分16秒。TPP は、英国が本部のバビロンが、米国の皮をかぶって、ご利用ししているだけである。だから米国議会も反対。全米労組も反対。米国民の8割が反対なのである。8カ国も内心反対だか、いじめが怖いから、いやいや参加しているだけである。ISD 条項もラチェット条項も、国際法違反であり、TPP は最初から無効の条約である。バビロンは、それを承知で武力を背景にご利用しして、最後は戦争で、蹴りをつける腹である。しかし、アフガン、イラクに出征した若者は、戦死よりも自殺が上回り、その数倍がノイローゼになり、米国の正義が嘘であることを知り、先日、NATO 本部イコール米軍イコールバビロンに、機関兵がデモを行い、集団で勲章を投げ返すという事態になり、米国は内戦寸前のようで、もはや戦争詐欺は使えないのである。中国は、米国を抜いて最大貿易国であり、民生だけならダントツで、日本の最大貿易相手国であり、その中国は、馬鹿げた TPP に反対である。ロシアも、オルガルヒというバビロンのパシリを追い出して、イケイケであり、隕石詐欺を起こされてカンカンであり、TPP にはもちろん反対である。日本国民も8割が反対だが、バビロンに原発と米軍基地を抑えられており、単独で拒否するのは無理であり、ましてやバビロンのパシリである安倍が賛成を表明するのは当然で、これからが勝負である。とりあえず日本人ができることは、批准前の参院選で、ニセキムチ小泉の優勢民営化詐欺を、総選挙でひっくり返した時のように、圧倒的な反対の民意を示すことである。それには、米国メディアがリークしてくれた TPP の馬鹿げた全貌を、よく理解して、その上で農協を中心にして、反対デモを拡大させていくことである。農協は、最初は農業だけの理由で反対していたが、それ一つとっても穀物メジャーに、種の著作権や肖像権を独占されて、その上、体に害のある遺伝子組み換え作物で、日本人の遺伝子細胞を破壊されることを知り、TPP が単純な不平等条約ではないことを悟り、他分野にも関心を持ち始め、今やシンクタンク的存在であり、彼らを予想通り裏切った自民党に、愛想を尽かし、農業新党を作りそうな気配で、消費者や小沢徳めば比較第一党を確保するのも可能なレベルである。バビロンは当然、衆院選のように大掛かりな不正選挙を仕掛けてくるが、かなりの国民が不正選挙に気づいており、連中が不正選挙を仕掛けてくる前提で準備すれば、大丈夫である。万が一、不正選挙を達成されて、批准に持ち込まれても、それでもまだ大丈夫である。そこから先は、我々は脇役で、主役は中ロである。実際はそれまでに米国が破綻して、TPP の主催者が不在、またはバビロンが矢面に立たざるを得ず、その時が、本当の勝負である。1.99% というスローガンが示しているように、世界中がバビロンの悪行と独占に気づいており、日本は半世紀前のように孤独ではなく、全世界が味方である。とりわけ世界中の若者が、日本の氷河期世代以上にひどい目に遭っており、彼らは敵がどこの誰だかよくわかっており、かわいそうというより、頼もしい存在である。彼らはバビロンを倒さぬ限り、幸福どころか生活が成り立たないと思い詰めており、役割分担で、過激な行動は彼らに任せ、高齢国家の日本は連と構えて、ひたすら連中とパシリの悪行を調べて、報告、連絡、相談に徹して、常に全体を把握しながら進むことである。今回の勝負は、判定のような勝負ではなく、バビロンのクソジジイを退場に追い込むか、我々が連中の奴隷になるかのワンサイドゲームであり、世界中が得意分野を持ち寄って、足並みを揃えれば、必ず勝てる勝負なのである。身動きが取れないからこそ、全体を俯瞰できる日本の役割は重大であり、局地戦での小さな勝ち負けには、頓着しないことである。ポスト米英時代、北がバビロンの命令でミサイル発射、ロシア機が日本列島を周回、バビロンのケムトレイルと津波兵器を、牽制してくれたのである。投稿者ポスト米英時代日時2013年3月16日16時間23分49秒、北朝鮮は米英バビロンの支配下にあり、昨日のミサイルも、バビロンの命令である。ブッシュとニセキムチ小泉に都合よく、テポドン詐欺が何度も起きたのは、そのためである。拉致詐欺もバビロンの仕業で、蓮池亜美が福島原発で管理職だったのも、そのためである。ロシアの爆撃機が、日本列島を周回したのは、アマもそうだがロシア民間サイトが、南海三陸大地震の危険度上昇を、警告したのを重視したからである。実際に、311の震源地から和歌山にかけて、千葉沖を筆頭に異常に海水温が上昇し、悪名高い地球号が掘削したばかりの愛知沖も、上昇しており、バビロンの津波兵器の心配があったのである。しかし、津波兵器は大リーグボール同様に弱点があり、自然の津波のように海流が作ったものではなく、海底核爆発が一時的に押し上げたしぶきのようなものだから、一時的で厚みがなく、ベニヤ板のようなものだから、波頭にミサイルを撃ち込むと、ベクトルが東西南北上下に分散し、津波兵器の意味をなさなくなるのである。これは、お風呂でおなら走らなくてもいいが、下からお湯を突き上げて気分を出したければ、銀玉鉄砲で銀玉を撃ち込めばいいが、面倒だろうからお箸で波を切り刻むとわかるが、そのようになるから試してみるとよいが、理屈でわかるはずである。準備も、エレベーターの中でおならをするときに、いきなりする者がいたら大物だが、まずは一人になるまでは我慢して、次に乗ってくる者の回数も確認し、出会い頭におならをしてしまうようなヘマをしないように、
自分が降りる間際に、自分が降りる階で乗ってくる者も、まずいまいだろう可能性を確認して、おならをするのが作法だな。それと同じで、バビロンが海底核爆発をさせるときは、源泉の周囲に、他国の源泉や船舶がいない状態を確保するはずで、それには小一時間というわけにはいかず、他国の軍事衛星に気づかれずに行うというのは無理で、エレベーターで言えば、防犯カメラにおならをするときに、腰の動きをキャッチされるのと同じで、連中がゴソゴソしだしたら、スクランブルをかければ十分に間に合うわけで、津波兵器破れたり、という感じである。同時に、プラズマ兵器は電気の道を誘導する必要があり、どうしてもケムトレイルが必要なようだな。私も子供の時に折り紙を細かく刻んで、ビルの上からばらまいて、子供受けは良かったな。近所の親父にこっぴどく叱られたものだな。自衛隊は米軍が変なものを撒いていても、見て見ぬふりしかできないな。ロシアの爆撃機が、あんた何やってんのと、並行して飛ばれたらやりにくいはずで、これでプラズマ兵器も人工降雨で遮断しなくてもやりにくいはずで、要は家政婦は三田の市原悦子作戦ということである。給食の時に、牛乳を飲んでいるものを笑わせて、牛乳を飲めなくしてしまうのと同じで、プラズマ兵器も破れたりという感じである。同様に、金さんの息子が、ロシアと中国の戦闘機が上空をブンブン飛べば、どこにもミサイルは撃てないはずで、今回も日本海側に立ち小便をしたようなもので、それかミサイルすら発射してない口先ミサイルを、二隻ムチマスコミに発表させるだけという場合もあるようで、狼男子という感じである。そんな具合で、米国というかバビロンが、武力を背景に幼稚園児の作文みたいな TPP を、ご利用ししてきているな。気象兵器が封じられてしまうと、連中の脅しも迫力が半減し、相手国の政治家や官僚やマスコミを買収しても、どこの国も国民が猛反対だから、連中の思い通りにはいかないということである。ポスト米英時代、大塚アナが再入院、皇族が白内障、土地に焼却場で心臓発作多発、プルトニウムである、女、子供、若者は東京を捨てることである。投稿者ポスト米英時代日時2013年3月16日20時間18分25秒、もはや、ソニーとパナが東京本社を売却したということは、バビロンが始めた地下バブルに乗るどころではなく、東京からいつでもとんずらできるようにしたということである。ネクタイ姿で机ではなく、そうほじくりながら、仕事をしているふりをすればいいだけの、簡単なお仕事ですの金融や流通と違い、製造業が本社を売却するということは、スマホ時代は本社も中央省庁もいらないという、社会構造的な意味もあるな。要は社員の健康状態が、シャレにならない段階に来ているということである。白血病の大塚アナの再入院は、食べて応援の内部被曝が甘くないことを示しており、悪党だからどうでもいいが、スラボーも癌になったようで、東京で被災地の作物を避けることは至難であり、東京自体もかなり汚染されているのだから、セシウム安全論などに騙されず、プルト、ストロン、ウラン、トリチウム基準でどうなのか判断し、逃げられるものから逃げることである。耳鼻科でなく、眼科が混んでいるという話をよく聞くな。後続の白内障が全てを物語っており、目にマスクをするわけにいかないし、そのうちに、ナウでヤングな男女も、水中メガネにマスクに、酸素ボンベを担いで、東京で過ごすことになりそうだな。そんなことをするぐらいなら、実家で生足ならぬ生なおで過ごした方が幸せだし、自宅で風呂に入るときも、ガスマスクをつけて入るぐらいの覚悟がなければ、東京旧市ロシアンルーレットから逃げられないのであり、人生の半分も生きていないものは、36件の実家に転がり込むことである。ここから先は、大日本喫煙者協会専務理事の、ポジショントークだと思って読んでもらえばいいが、この2年、タバコをやめた者が戦死した話は聞くな。今のところ喫煙仲間の生存率は 100% である。さすがの私でも、タバコは被爆治療薬であると言い切ることはできないが、どうやら花暮れ精神のような、喫煙というは、死ぬことと見つけたり、の開き直りが良いようである。そういうわけで、昨日までは喫煙所でこそこそと、麻薬取引やマリファナパーティーを開くような後ろめたさで、生きていてすいませんみたいな、エレファントマンのような思いで過ごしてきたわけであるな。人間万事塞翁が生まれ、今日からは、武士のような服装で頭もちょんまげにして、勘定奉行にお任せあれみたいな感じで、タバコを取り出すときは、刀を抜くようなつもりで堂々と喫煙しようと呼びかけるつもりだな。私は一身上の都合で今まで通りにするな。弾けることができないのが幹部の辛いところである。脱線してしまったな。若者の潔癖症が、放射能の場合は裏目に出ている感じで、放射能に免疫が通用するかどうかは知らないが、そういう意味でも若者は、東京から逃げた方が無難である。